デビット・キャラダインはアメリカ合衆国の俳優、中国武術家。本名はジョン・アーサー・キャラダイン。ラストネームは日本ではキャラダインとして広く知られているが、米国ではキャラディーンに近い発音で呼ばれる。カリフォルニア州ハリウッドに生まれ、サンフランシスコ州立大学でドラマを学んだ。元海兵隊員。父は俳優のジョン・キャラダインで、 キース・キャラダイン及びロバート・キャラダインは、イボテー。アイルランド人、イングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、ドイツ人、スペイン人、イタリア人、ウクライナ人、チェロキーの祖先を持つ。5回の結婚歴があり、4回の結婚は、離婚に終わっている。1人目の妻との間に、娘が1人、2人目の妻との間に、娘が1人、そして、 他にも娘3人と息子1人がいる。連続テレビドラマ、シェーンに出演した後、中国武術を収めたクワイちゃんケイニ役で主演した、萌えよ。カンフーで世界中で有名となった。この役をきっかけにして、中国武術や東洋哲学に興味を持つようになり、その後も習得と研究に力を注いだ。他にも映画俳優として、ルイ・ラムールの小説を映画化した。 西部劇タガートではガンマンの役を演じ、最近ではクエンティン・パランティーノ監督のキルビルシリーズでビル役を演じている。他にもキース・キャラダインの後を継いでワイルド・ウエスト・テックなどのテレビ番組の司会をしたり、対局権や飛行の学習ビデオを企画し、自ら出演したりしていた。2009年6月4日、新作映画 ストレッチ出演のため滞在していたバンコク中心部のホテル、スイスホテルナイラートパークバンコクの352号室で首と背規にロープが巻き付けられた状態で死亡しているのが発見された。キャラダインのマネージャーであるチャックバインダーはベッドの上にあった足跡がキャラダインの履いていた靴とは一致しないことやキャラダインの両手が体の後ろで縛られているとして 他殺などの疑いを主張したが、遺体発見時、部屋に、内側から、鍵がかかっていたことや、遺体に争った形跡がないこと、防犯カメラに部屋を出入りする人物が映っていない、ことなどから、現地警察は、自慰行為中の事故の可能性を指摘している。聖ハウ、A プロナンシエーションガイド2、Names of Public Figures 有名人の名前の、発音ガイド。 アメリカ議会図書館ウェブサイトハットイングリッシュ、プロナンシエーション、ガイドツーザネームズオブピープル、プレイセズ、アンドスタッフハット FORVO ドット・コム、オールザーアズ・イン・ザ・ワールド・プロナウンスド、ハット・ザ・サン、キルビル、マーダー。2009年6月6日閲覧。キルビルのキャラダインさん、G 中の事故死か、フランス通信社、2009年6月5日、2020年8月20日。 閲覧、ありがとうございます。